事を勝手な真似はさせないわ。またロボットかと思ったら特攻の残党か。まだ私の力が分かってないのね。それはお互い様よ。何も見えない。しまった。失踪にしたか。すみません。中央口フロアに逃げられました。あとは頼みます。フレアは死んだ。今の私には君に対して何のためらいもない。目先の小さなものしか目に入らないのよ。あなたのその甘さでは大事なことを変えることはできないわ。小さなものが見えなくて何ができる。私たちのこの力は弱いものを守る力のはずだろう。違うのかルシフェル。大きすぎる理想よりも目の前の現実を変えていくことが私たちがやらねばならないことだろう。あなたには自然の摂理の本当の意味が分かってないわ。干渉に流されてしまう弱さが利用されてしまうのよ。正しくても弱ければ生きられない。それを生かすためには干渉を捨て本当に倒さなければならない敵を倒すことよ。どんな犠牲を払ってでも。私にはできてもアスラにはできないわ。私の力の全てを費やしてもやってみせる。して今エネルギージェネレーターを交換してあげるから。ライデン聞いて。やっと分かりかけてきたの。私は国の大義を守ることが正義と思っていた。今でもそう信じている。しかし国が間違った方向に進むのならそれを正すのも正義。そのために犠牲になった仲間の分まで生きてその志を貫くことが今の私の正義よ。それがたとえ国家から誤解を受け追われることになったとしても正しければ誤解はいつか解けると信じてる。それを身をもって教えてくれたのはライデン。あなたとハンターたちよ。ありがとう。必ずハンターを倒し市原を守り売国道を暴いてみせるわ。死なないでライデン。三河君、ルシフェルの生命反応は消えた。死体の確認をしてくれたまえ。了解。しかし何というエネルギー質量だ。これではアスラ君の体が。アスラ君、よくやってくれた。今栄養剤を。そんなことより今のルシフェルの位置を。今三河君が確認しに行った。早く探し出してとどめを刺さなくては。彼女はまだ生きています。まさか生命反応は消えているのだ。そのことは三河君に任せて休みたまえ。以上君が急激に精神エネルギーを使用すれば君は廃人になってしまうかもしれんのだ。さ、これを。いっそその方が私にはいいのかもしれない。待ちたまえ。今の君は精神的にも肉体的にもズタズタなのだから。お、三河君、聞いての通りだ。アスラ君をこれ以上戦わせてはいけない。わかりました。バイクといい、このスーツといい、なんて強度なの。あの壁をぶち抜いても、百式を撃っても何の衝撃もないわ。これなら戦える。今なら彼女に勝てる。これ以上力を使ってはいけない。あとは私が。甘い。今息の根を止
止めなければ彼女を倒すチャンスは二度とない。この研究所にはルシフェルを治すエネルギーがありすぎる。30分もすれば確実に。彼女が行くと思えるところは2カ所。地下動力室かクレイコンピューターのある中央コンピューター室だわ。30分あれば私一人でもとどめはさせる。それよりこれ、博士がくれた強化栄養剤飲みなさい。私はいい。やけにならずに自分のやらなければいけないことを考えて。死ぬことじゃないはずよ。自分をもっと大切にしなさい。あなたにはフレアちゃんの分まで生きる義務があるはずよ。どうかしていたんだ、私は。疲れてるのよ。これをあなたなら使いこなせるわ。これで市原博士を守ってあげて。私は初めにコンピューター室へ行ってみる。何かあったらすぐ連絡して。もしルシフェルを見つけた時に彼女が動けなくても。言いたいことは分かってるわ。撃つ時にためらったことは一度もないのよ。任せておいて。幸運。失礼します。滝です。舞坂さん、特攻を作りガイアスからこの国を守ろうとしたあなたがなぜこの国を売り渡そうとする人間になったんですか。君が来ることは君が仕掛けた盗聴器で分かっていたよ。反共リーグというのは表向きはともかく、その背後の国家が資本を出し共産圏国家にテロ活動をかけることを目的とする組織だ。それが日本に上陸した。その目的は日本を最も危険な国に変え、海外からの資本を引き上げさせ経済を破壊し、売り物がなくなったこの国の技術と国土を売り渡させることだ。それには反共リーグの活動の妨げとなる共産系組織を撲滅するための特攻、もう一つ、任務に失敗した反共リーグメンバーを警察の手に落ちる前に処刑するハンター、この二つの組織が必要だった。君たちも日本の経済を崩壊させる片棒を担いだのだよ。そしてどちらの組織も自分たちの行動は国の利益を生んでいると信じていた。残念ですが。今でも信じています。失礼します。お互い防備に抜かりはなかった。だが銃の違いが命取りになったようだ。スミス&ウエッソン、モデル36、チーフスペシャル、弾は5発。ロバート・ケネディはそれをたった1発頭に受けただけで死んだと言われている。小型だが貫通力があるいい弾だ。だが
銃だけは趣味でなく私のように性能で選ぶべきだったな。貴様マイサガじゃないな。今さら気づいても後の祭りよ。マイサガ様なら別の部屋におられるわ。トガは貴様は市原研究所へ行ったはずでは。確かに行った。私の影武者がな、貴様がここへ来ると知って私がマイサガ様のところを離れると思ったのか。どうした、早く弾を入れろ。どうした滝、貴様らしくない。両手両足を打ち抜かれては手も足も出ぬか。本来ならこの場でとどめを刺すところだが、貴様がどこまでの情報をつかんでいるのか、舞坂様が直接聞きたいとおっしゃるのでな。今新種の自白剤を打ってやる。とどめはその後だ。クレイフォーがかなり高い出力で電算中ですが。そんなバカな。メインフロアの爆発の被害で動力室の出力は低下し、監視カメラのほとんどが死んでしまい、サブシステムでこの部屋のコントロールをするのがやっとだというのに、クレイフォーなど。それだ博士、動力室はどこですか。栄冠の地下3階、メインフロアの南側の一番奥の部屋だ。しかしここには生命反応はないが。私が確かめてきます。キュ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 、バカな、なんだこれは。気のせいか、いや、監視カメラが私を見ている。どういうことだ。まさか。いや、念のためだ。動力室からの接続を全てカットしておこう。クレイフォーを止めてしまえば外部からコントロールすることは不可能だ。よし、あとは動力室に化学燃料を集中させ動力室内で焼き殺してやる。いくら化け物でも6000度の猛火の中では身が持つまい。間違いない、ケーブルが全て一点へ向かっている。あれはフシフェイル。貴様、どうやら私はあなたたちを甘く見ていたようね。危ないところだったわ。でも一足遅いのよ。あなたはまさか。そのまさかよ。嘘だ。これならどう。あなたも読みが浅すぎたようね。早すぎる。なんという回復力だ。そこまでして君は何をしようとしているんだ。今のあなたにはわからないことよ。グッバイ。
アスラ。わっ。アスラ。とどめだ、化け物。どうしてあなたが。まだ彼女は生きて。揺らすな。そんな。どうしたらあの化け物にとどめを。音声スイッチマイクロコーダーのゴロワーズに送信機入りジッポーか。君はワンパターンだな。そろそろ話す気になったかね、パキ君。もう君の隠し玉は何もないのだ。観念したまえ。テープだけは私がもらっておいて。どうだね、タキ君。何か言いたくなったかね。もう薬が効いているはずですが。心配か？貴様らしくないな。だが安心しろ。話が終わればこれには吐血剤も入ってる。2時間以内に出血多量で楽に死ねる。もし2時間持ったとしても点滴剤がなくなり血管に空気が入り心臓へ流れる。その時はいくら貴様でも生きてはいられる。その後に通報で駆けつける警官に今回一連のテロ事件のボスの死体として死体安置所行きだ。明日になれば貴様が利用したがっていたマスコミが一面で貴様を取り上げることだろう。さあ、言いたくなくても口が動く。そうだろ、滝。国家を存続し続けるための三種の神器である情報、輸送、エネルギーが国営でなくなったとき、その国は外堀と内堀を埋められた城と同じだ。アメリカがユダヤに落とされたように、日本もユダヤにエネルギーを完全に抑えられ、今や電力エネルギーの8割はすでに核へ移行している。一度でもテロに遭い事故を起こせば、日本全土は2万年間は放射能汚染に見舞われ、国家としての機能を失う。アメリカ第7艦隊所属原子力不沈空母日本丸としてではなく、アジアの、いや、世界の核のゴミ捨て場日本としてな。口を慎め。話せと言ったのは貴様だ。現実を見ろ。貴様に何ができたか。部下を無駄死にさせ、明日の朝刊にはテロの黒幕として貴様の屍が晒される。それが貴様にできたことだ。たとえ今私にできなくとも、真実は何年、いや何十年たとうといつか明かされる時が来る。そのために一命をかけて戦い死んでいった部下を私は何よりも誇りに思っている。負け惜しみが貴様の誇りか。貴様らにできることは国を売り飛ばすことか。なぜ本当の敵と戦わぬのだ。戦って勝てる相手でないことはベトナムへ行った君が一番よく知っているはずだろう。あの戦いは2000億ドルを費やし53万5千人以上の犠牲を出し、勝てる戦いを勝とうとしない新兵器や化学兵器の実験場としか私には思えなかった。その通りだ。大義を捨て実を取った。ベトナム戦争後アメリカは15年間武器で潤った。だがその程度のことはどこの先進国もやっている。アジアの次は中東。第一次から四次中東戦争、そしてイラン・イラクや湾岸戦争の全てが。宗教や民族の対立からだが、裏は大国のエコノミーウェポンのための代理戦争だった。中でも湾岸戦争はイラクがクウェートを侵略する前に2度シグナルをアメリカへ送った。しかしアメリカはそれに応えなかった。それをイラクはイランの時のようにアメリカが沈黙すると判断しクウェートへ侵攻してしまった。アメリカがシグナルに応えていればあの戦争は起こり得なかった。アラブを食
い潰した後はまたアジアだ。その時は日本がクウェートと同じになるか、争いの中心に追い立てられるか、二者択一を迫られる。この国にはアメリカに尻尾を振る選挙屋はいても、国の顔を作る政治家はいないのか。残念ながら滝君、すでに脅迫じみた二者択一を迫られているのだよ。一つは君の言う通り核のゴミ捨て場、もう一つは忠誠を誓いアメリカ合衆国55番目の州になるか。それが脅しでない証拠として、東海電力を通して北海道のほぼ全土は買い取られてしまった。我々は名ばかりでも日本という国が存続していけるのなら、アメリカの犬になることを選ぶしかなかったのだ。ルシフェルはまだ完全ではない。この動力質のエネルギーで動いているだけだ。彼女の体についているエネルギーラインを切れ、彼女の森から来る油断をつくんだ。どこだ、どこにいる。いい策だが、あと一つ推しが足りないわ。それが命取りなのよ。これが最後よ、特攻。あたた、わっ、私は絶対に負けられない。化け物め、今度こそ私が負ければこの国は変えられない。ほざくな。エネルギーさえあればさせるか。甘いのよ。北条際が悪いのよ。もう諦めたらどうなの。くそ、見えない。絶望を持って希望を行う、この言葉の持つ悲しみが分からなければ、あんたには私を殺すことはできない。何？爪が甘すぎるのよ。どうかな、戦いはこれからだ。それ以上エネルギーチャージはさせないわ。私も舐められたものね。いいかい、横に。お前たちのように今のこの国を守るのではなく、私はこの国の未来を守りに来たのよ。それがユダヤに乗っ取られた私の国アメリカを救うただ一つの道だから。この国を正し、この国の力を借りなければ私の国は立ち直れないところまで来てる。それがこの国の政治までがユダヤに日本全土を売り渡そうとしてるなんて断じて許せないのさ。私たちもそれに気づき行動を始めた。しかし妖精の犬だった特攻ができるのは飼い主に噛みつくことがせいぜいだろう。だが私は違う。北ヨーロッパやロシアがそうであったように民衆を動かし、腐ったもの全てを断ち切り、何もかも変えてみせる。そんなことができるのさ。お前の力ももらって、お前の分まで戦い抜いてみせる。だから安心して死ぬんだよ。さよなら特攻。貴様は狂って、誰？隠れても無駄よ。出てきなさい。
そこね。ハンター、そこまでだ。黙れ。どうしたハンター。ガスケツか。エンゼルから離れろ。ライデン、百式で撃て。何？それしか倒すことはできない。分かったな。およしよ。無駄なことは。どうかな。俺の体のすべてに対エスパ用ジャマーコーティングが施されている。この距離なら百式の破壊力で炸裂する俺の部品が貴様の体を確実に貫く。今の貴様には俺の割れたヘルメットを飛ばすのがやっとだ。もう逃げられん。だったらお前の力をもらうまでさ。エンゼル、俺の背後に回って撃て。今なら確実にハンターをやれる。早くしろ。俺のエネルギーがハンターにハッカーされる前に。しかし、それでは。どうした？俺のことなら気にするな。人のために生きる、他人のために死ねる、それは正義を信じて特攻に入った。何をためらっている。君らしくないぞ。俺の信じる正義を貫かせてくれ。君のコロラド打ちで確実に。エンゼル。分かったわライデン。あなたの正義を貫かせてあげる。私が信じる正義のために。何をしてる。頭だ、頭を撃て。ダメになるなんて。左腕が動かない。右だ、右手で撃て。これ以上は俺の体が持たん。お願い、あと3発当ててください。早くしろエンゼル。俺はもう限界だ。あんたのエネルギーは大したものね。湧いてくるようよ。よく狙え。ライデン、どうしたの。もう抑える力がないんでしょ。今すぐ楽にしてあげるわ。特攻エンゼル。ごめんなさい。絶望を持って希望を行う、その言葉の意味が今私にも分かったような気がする。死ぬまで滝から目を離すな。直に参加が駆けつける。はっ、お任せください。滝の言う通り、今この国を動かしているのは政治家ではない、財界とアメリカだ。どの国も民主国家などとは思っていない。アメリカに育てられたわがままで世間知らずの顔のない奇妙な国と見ている。それがいきなり国際社会の第一線で働けと言われ、何をしてもしなくても叩かれる。世界は日本に何も期待していない、日本の金に期待しているだけなのだ。それが分かっていながら消費社会にどっぷりと浸り、まるで家畜のように怠惰な生活をむさぼる。この国の大衆に今の豊かさを捨てるモラルもない。このままでは日本はアジアのクウェートになってしまう。とが、これを処分しておいてくれ。はっ。
最速だな。